なるべく耐えてくださいね。はい、どうも、トワイスです。今回も、バイオハザード RE4 やっていきたいと思います。どうでしょうか？おそらく最終回になるのではないでしょうか？そう予想してきたんで、売れるものは全部売り、そして、揃えるものは揃え、この装備でサドラーに挑みたいと思います。まあ、ボルトスロアは使わんかわからないけど。じゃあ行こう。なんかサドラーも大きく変わってそうですよね。攻撃パターンとかそういうのが。レオ、見て！あれって。なんだ？あれか。エイダ。エイダ！今この状況で、っていうかすげえ釣られ方してんな。それだけか見れるのって。俺をおびき出す気か。さすがにあれかな、ライフルで切ることはできんかな。ま、素直に行きましょう。ここで待ってろって話になるのかな。そこにいろ。すぐ戻る。わかった。あの時と同じ見た目だ。マジか。終わった。とりあえず近づいとくのは危ねえ。これは、あ、ダメか。ナイフ追撃いけるかなと思ったけど。よし。あった。ダメージでっか。ああ、やっぱラスボスはラスボスだな。どうしよう。当てやすいものを使った方がいいような気がするけど、これ命中率低いんだよな。よし。オッケー。セイ。クラウザーのファイティングナイフだ。味わいな。痛い。E キーにすぐ指がいかない。いてて、て足踏みでもそうなるんだよな。降りれるか。降りれるね。いって、真上に来るんか。いたたた。ひるむはひるむな。よし。
ほっ、あれは何をしてくるんだ。あーなるほどね。いやーきついね。なんか視界がブレるし。よかった。うわあ、息見えてなかったぜ。よし。えぐー、何の弾が手に入るのか。いってはあ、HP 的にはまだ持つ。あの回復薬が十分あるんでね。ただな、弾がな、案外この素材 S も弾に使うかもしれん。マグナム撃つべきはどこなんだろうな。くそ、いって、あーもういいに反応できねえ。とりあえずちょっと離れたいのよね。あぶねえ、あー遠いか。うわ、よいしょ。よし、あっぶな。どこだあと目玉。いった、ボディアーマーが死んだ。よし、よし、次ハンドガンの弾はとりあえずなくならないような感じはする。ボディアーマーなしで食らうとこんだけダメージが出んのか。えぐいね。というかガンパウダーがめちゃめちゃ手に入ってるんだが、どうしよっかな。この状態でやっぱり手榴弾か。てか先行手榴弾を使えばあいつら一掃できるな。まあとりあえず恵みの赤ハーブをもらったのでこれをやっておいて、あー残るところマグナムはまだある。でも使いどころがいまいちようわからん。虫は少なくなってきたからとりあえずこれでいくか。危ない、いったドラム缶も使っていかねえとな。後ろ足もしかしてさ、うわめちゃめちゃジャンプしてる。これダメージでけえ。これはまた虫呼ばれるパターン。うわ虫呼んでくるかと思ったら攻撃かーいっていうね。ライフルで狙っかな。あわ連続かよ。よっしゃ、ナイフナイフ、よいしょ。
く。あぶねえ、やべ、リロードしちゃった。うわ、今のしゃがむか。あ、難しい。長引けば長引くほど不利だな。これはあれだ、こっちで狙っていくのが賢いのかもしれん、案外。あー、ショットガンな。近寄ってショットガンも考えるけど、いや、これにしたいのと、ちょっとこの状態で一回試してみたいわ。食らう。いった。そこ？ついに本性を現したな。これが御神体か。だが、あぶねえ。以上は付き合えない。くだらん余興はたくさんだ。よっしゃ。これ使いどころじゃね？これを使って。ナイスエイダー。せや。大事なものだろ、返しよ。エイダ、何をしている？さすがね、レオ。ルイスとの約束なの。安心して、悪いようにはしない。迎えよ、乗ってく。分かってるんだろう、ここでお別れだ。そうね。急いだ方がいいわ。泣けるぜ。じゃあまたね、レオ。けど、どうして彼女が…急ごう、島が吹っ飛ぶ。吹っ飛ぶ？さあ、来ました実質ラスボスと言われております。おそらく、ジェットスキー。さあ、走り抜けるぞ。行こう。一応セーブすっかやめとくか。もう一回サドラ戦やってもいいや。宝とかハーブあるな
いや、ここまで来たらいいって。かあるだろ、回復薬なら。気を抜くな。随分悠長だな、おい。それぐらいの弾力があるんだったら、ありがとう。本当に立派なエージェントになるかもしれないですね。あ、こいつ。ああ。襲ってこないの？どうなってるの？司令塔が死んだからな。こいつらも終わりだ。おっとっと。すごいな。頭が死んだだけでこんなになっちゃうのか。なるほど、悪くないな。行きますか。絶叫マシンは。ナイス。そりゃよかった。しゃあ頑張りますか。ここはちょっと集中させていただきますよ。ジャーンプ。おっと。うわ、えぐ。うわ、おっと。いて。お、そしてジャンプ。うわ、エッグ。うわ、これは加速だな。止まるな止まるな、いっけ。マジ？行って。割と引っかかるな、おい。最後だ。平気か？大丈夫。でもすごかった。任務完了よね。任務は君を無事に返すまでだ。助けてくれてありがとう。こっちこそ。ねえ、私のガードを続ける気はない。もちろんあなたさえよければなんだけど。必要ないさ。もう自分を守れるだろ。ナイフの使い方はいまいちだけどね。さあ、家へ帰ろう。コンドル1、こちら HQ、聞こえる？応答して。もうこの通信機壊れてるの？レオンってば、あなたたち無事なんでしょうね？今どこなの？まったくもう。終わったー。終わりました。いやー、よかったなー、バイオハザード RE4。 なんか、なんだろう、言葉が出てこねえや。達成感がすごいです。プレステ2の時ももちろん面白かったし、まあ周回プレイ
でゲームを全くやらない僕なんですけど、何周もしてしまったぐらい面白かったんで、リメイクの RE4 が出るってなった時、絶対これやる、動画にすると思って始めたんですが、いやークリアしたな、よかった。まあ多少悔いが残ることがあるといえばあって、まあ射的は裏でやるような感じでやりますけど、なんかその宝石もちょっとしっかり集めたかったなとか、あと、やっぱり強固体の犬逃したから多分任務がこれで、なんだ一つだけ任務が抜けちゃったこととか、あと貴族人形か、あれ多分2つほど逃しましたね。それとかも集めていきたいなっていう気持ちがあってね。あ、いいな、このエンディングのこの村の歴史を多分時系列順に追ってくれてるやつなんでしょうね。で、サンプルアンバーか、これがあるってことはバイオハザード RE5 とかも期待していいんでしょうかね、もしかしたら。あ、続きがあった。つないで。アンバーを手に入れたわ。よくやった。一つ聞かせて、これで何をするつもり？余計な詮索は不要だ。これだけ覚えておけ、新しい時代が始まる。役人を犠牲にし、ただ一人が生き残る世界、俺がその世界を加速させる。そう、数百万の犠牲者が出るわね。数十億だ。聞けてよかったわ。進路を変えて、今すぐ。へぇ。ウェスカーにエイダがサンプルを渡さない。どういうことになっていくんでしょうね、RE シリーズのバイオは。もともとのナンバリングが後付け後付けで、ちょっと無理が、設定に無理が出てきたりとか、そういうことがあったのを RE シリーズは綺麗に一本にまとめるような話にしてるなってイメージがあるので、これもし RE5、RE6 みたいなのが出てくるんだったらやりたいですね。まあその前に直近の話をちょっとさせていただいて、僕は黙ろうと思うんですが、エンディングもいいものが流れてるしね。2週目を動画化しようと思います。バイオハザード4の面白いところって、やっぱり、初見でホラーを楽しむこともあるんですけど、2周目以降、展開を知っている、戦い方を知っている、その状態で、ある程度の無双、サクサクプレイをすることっていうのが楽しみの一つだと思うので、2周目も動画化します。ただそれは、毎日投稿はしません。さすがにちょっときついので。というわけで。まあそんな予告をしておきつつね、他の動画とかも撮っていきたいなと思ってますので、RE4 しか撮れてなかったから。ではまあ、これからも僕の動画シリーズなり、よろしくお願いします。
もしよかったらね、他の動画も見てみてください。おすすめシリーズとかトップページに載せてるんで、あとラジオとかもね細々とやっていくんで宣伝はこれぐらいにしよっか。バイオハザード RE4 めっちゃ楽しかったです。これからも楽しませていただきます。ああそうだ、 DLC あのエイダ編とか出たらそっちも動画化したいと思ってますので、これに関してはではよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。
がね。